はい、皆さんこんにちは。前回はケトン体ダイエットでしたよね。さあ今日はね、生野菜食べると体が冷える。本当ですか皆さん。細胞のところにですよ、この中は糖がエネルギーになるにしても、ケトン体がこれがエネルギーになるにしても、どちらにしてもこの中はカリウムやマグネシウム、ビタミン B 群、あと微量のミネラルなんかがいっぱいあれば、いつでもエネルギーはどん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 出せるように私たちの体はなっているんです。で、このカリウムマグネシウムを補うにはどうするのって言ったら、生野菜ね、それから穀類ですね。生野菜とか果物とか漬物、日本で言ったら漬物とかね、そういうものでこれ取るしかないんですね。ですから生野菜で体が冷えるはずがないんです。皆さんね、こういうセンス分かりますかね。製鉄所新日鉄とかあるじゃないですか。製鉄所のね、真っ赤に鉄が真っ赤になったものがうわーって流れているところ見たことありますよね。その脇でね、水がずーっとかけられてるの見たことあります？あれね、水でものすごい真っ赤な鉄が動いてるんですよ。そこの周りに水をやってないとね、あれ工場爆発しちゃうんですよ。だから水をジャン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 入れてるんですね。そうすると水でエアコン調整してるわけですよね、工場の中のね。そうすると細胞の中のエアコンディション、細胞の中のエアコンディショナーの役目をしていて、これは熱中症対策に絶対必要なわけですね。熱中症予防にはこのエアコンがあればいいんです。で、このエアコンはマグネシウムなんです。このマグネシウムが体の中の何百という酵素反応と関わってるんですね。だからマグネシウムが入っているので、絶えずエアコンディショナーが働くんですね。だからちょっとこれで冷えるという感じがあるのかもしれません。温野菜を食べると温めた野菜の熱でもって温かいだけです。でも細胞の中に行っちゃうと、もうこれが流れ出ちゃってる場合には細胞の中に行きませんから、細胞でエネルギーが出ないんです。だから結局冷え性になるんです。わかります？皆さん、あのね、野生のチンパンジーだろうとクマだろうと何だろうとですよ、温野菜なんか食べてるチンパンジーいないんですから。いいですか皆さん、ゴリラだって何だってみんな生で食べてるんですから、それであの寒い冬でもどこでもちゃんとこうやって耐えられてるんですよ、ということなんですね。ですから生野菜を食べると体が冷えるっていうのはちょっと違います。もうすでにあなたは冷えてるんです。で、それを解消しようというのであれば、カリウムやマグネシウムをしっかり入れて、ビタミン B 群を入れて、そして今日は言いませんけどね、この細胞膜ね、この細胞膜っていうところが通過性が良くなるように、この細胞膜もしっかりと栄養を取らなきゃダメなんですよ。タンパク質と脂肪酸とね、しっかり入れて、このドアが開いたり閉まったりね、できるようにしなければならないわけです。ですから生野菜かじってください、食べてください。ステーキ食べた時に生野菜ね、お魚食べた時には漬物、こんな感じでね、やるといいと思いますね。ただし最後にちょっと言ってみますよ。スーパーで売っている野菜はミネラル足んないからオーガニックの野菜を食べてみてください。無農薬オーガニックの野菜をね、農家をやってる方でね、完全無農薬でね、完全なオーガニックのものを作ってる方がいるんですよ、千葉県にね。そしてね、ものすごい堆肥を作ってるわけです。で、堆肥が発酵してるじゃないですか。あのね、いろんな昆布から酒粕からね、いろんな野菜のくずからみんな入れて堆肥を作るんですよ。発酵してるでしょ。手入れるじゃないですか。熱いんですよ。60度ぐらいあるんですよ。場所によっては70度ぐらいあるんですよ、植物だけの発酵でね。だからそういう体の状態にしなきゃいけないわけですね。ですからどうぞ、安心して、はい、生野菜お食べください。次回はね、ちょっと粘膜の話ね、花粉症のことをね、ちょっと、花粉症の季節でもないけど、でも季節に関わりなく花粉症みたいな人いるから、
ちょっと粘膜の話をね、次回はしますね。終わります。ありがとうございます。